今日風強いな。恐怖防止吹っ飛ばされ事件。昼休みだ。鬼ごっこする人この指止まれ。はーい。誰も集まらない事件。1時間目の準備しよう。国語国語。あれ？ランドセルの中空っぽだ。昨日中身全部出したの忘れてた。ランドセルから事件。おはよう、学校行こう。あー、まこと頭に鳥の糞ついてる。え？鳥の落とし物直撃事件。3時間目健康診断だ。先に保健室入ってよーっと。取らなきゃダメだよ。やめて、今日は取らないの。絶対。脱帽断固教師事件。うわー、休み時間だ。ドッジボールしよう。ボール全部取られてる。ボール入手数の事件。先日の遠足の写真廊下に掲示してあるので見てください。あー、やばいやばい。たかしの後ろの木、人の顔写って心霊写真事件。わーい、プールだ。早く着替えていこう。水着水着。あれ、間違えてパンツ持ってきちゃった。シータギ購入事件。ゴミ捨てお願いします。持っていく。よいしょ。あ、やばいやばい。ゴミぶちまけ事件。やった、給食だ。あれ？みんな準備は？え、まだ3時間目だぞ。給食早とちり事件。ただいま。学校楽しかった。あれ？あんたランドセルは？あー！ランドセル学校に置き忘れ事件。昼休みだ。鬼ごっこしよう。給食居残り事件。お昼休み委員会の集まりだ。行ってこよう。早く終わったな。たかし遊ぼ。あれ、誰もいない。昼休み置いてけぼり事件。給食の野菜を床に捨てた人がいます。みんな顔伏せて。自分がやったって人はそっと手を挙げてください。よし、顔挙げていいよ。まことくん、ちょっと職員室来なさい。犯人バレバレ事件。ちょっと待ってよ王子様、それはないでしょ。